1888年のゲルゾーン・フォン・ブライヒレーダー。ゲルゾーン・フォン・ブライヒレーダーは、プロイセン王国のユダヤ系宮廷銀行家。宮廷ユダヤ人の代表的な人物。ブライヒレーダー銀行を設立したザムエル。ブライヒレーダーの長男として、ベルリンに生まれる。フランクフルトロートシ知る時の参加で、ブライヒレーダー銀行を経営した。1859年。 ドイツ連邦プロイセン前権行使だったオットーフォン・ビスマルクは中ロシア大使に左遷されフランクフルトを離任することになったがこの際にフランクフルトロートシルト家当主マイアーカールフォンドートシルトの晩餐に招かれたそこでブライヒレーダーを紹介されたビスマルクは以降彼を個人銀行家に指名し自身の財産管理を任せるようになった ブライヒレーダーはビスマルク個人の財産の多額の建て替えをし、株式についての助言を行った。また、国政の経済政策面でも、最初、ビスマルクの顧問として活躍した。不仏戦争でのフランス政府との賠償金交渉では、ビスマルクの命で非公式の交渉を行った。参謀総長、モルトケの部下たちはこれを疎ましく思い、ブライヒレーダーのことを、 最小の御用をユダヤ人と呼んで別死していたという。ドイツ帝国建設から数年間、ビスマルクは自由主義派との連携を深め、強硬保守派との亀裂が生じていたが、強硬保守派は、ビスマルクの自由主義経営者は、ブライヒレーダーが原因とみて、彼を集中的に攻撃した。1875年6月には、強硬保守新聞、十字章新聞が、 ブライヒレーダー・デルブリュック・カンプハウゼン時代という政府の経済政策に大きな影響を及ぼしている3人を批判する論文を掲載したがその3人の中でもとりわけユダヤ人銀行家であるブライヒレーダーが攻撃の中心にされていた1878年にベルリン会議出席のため報読したベンジャミン・ディズレイリもブライヒレーダーについて次のように語っている 彼はもともとロートシルトの代理人だったが、プロイセンの戦争が大きなチャンスとなり、今ではかつての主人のライバルと目されるほどになっている。ブライヒレーダー氏はビスマルク公の側近であり、毎朝彼に接見しており、本人の弁によれば彼に忌憚なく語ることを許されている唯一の人物である。とはいえ、ビスマルク当人はブライヒレーダーの報告書を全面的に採用する。 わけでもなく、ブライヒレーダーが提出する報告書にビスマルクは、アンダーラインと会議を意味する疑問符をよくつけている。しかし、ビスマルクと彼の関係は、彼の死去まで続き、彼の巧みな財産管理のおかげでビスマルクは巨額の財産を得ることができた。ありがとうございます。